どうも、しゅんです。こんにちは。で、今日のテーマはですね、普通の大学生がすごい人に会う方法っていうことをテーマに皆さんにお話できたらなっていうふうに思っております。でですね、僕の、なんですかね、強みとして言われているのは、行動力っていうふうに言われてるもと思うんですけど、行動力を表しているものとして、なんだろう、いわゆる有名な企業とか、有名な人によく会いに行ってるっていうのが、行動力の表れとしてよく言われてると思うんですよね。僕みたいな普通の大学生が、どのようにして、有名な人とか、有名な企業に会っているのかっていうことについて、お話できたなっていうふうに思います。というですね、ポイントとしては5つあります。まず1つ目、メリットを提示するです。で、2つ目、夢を語るっていうことが非常に大切だと思っています。一つ目より二つ目の方が大事だと思います。で、夢を語るっていうのは具体的に言うと、そのロマンとソロ版だと思っています。具体的に言いますと、大きい夢を語ることによって、投資するべき対象だと思われるっていうことが大事だと思っています。この人に対して自分の時間を投資したら帰ってくるんじゃないかって思わせることが大事です。で、そのために大きな夢を語って、そのための具体的な戦略を持つっていうことが大事です。そのためのそのロマンとソロ版って僕は呼んでるんですけども、大きいロマンを語って、そのための具体的な戦略、例えばどのようにして駆け上がろうとしているのかとか、どのようにしてお金を儲けようとしているのかとか、具体的な戦略を言えるっていうことが非常に大事だと思います。で、大きい夢と具体的な何だろう戦略を持っているっていうことは、こいつ可能性のある若者だなっていうふうに思われるコツとして非常に大切だと思います。僕がよく言っているのは、日本の就職活動を変えたい、リクルートを超えたいっていうふうに大きい夢をまず人に話して、そのための具体的な策、 YouTube を使って就活に興味のない層まで就活関連の動画を発信してユーザーをつけ、そこからサービスに流して、この時期までに何万人のユーザーを獲得しますみたいな具体的な戦略を毎回言っています。まあそんな風にして大きな夢と具体的な戦略を言うことは非常に大事だと思います。3つ目は、正面から行かないっていうことが非常に大事だと思います。まあ、いわゆる自分より格上の人にアポイントメントを取るときに、まあ僕も結構使うっちゃ使うんですけども、ツイッターとかインスタグラムのダイレクトメッセージであったりとか、企業のお問い合わせフォームから結構アポイントメントを取ることがあるんですよね。それは、まあ、いわゆる正規のルートじゃないですか。で、それは結構確率が低いんですよね。僕の場合でも100通送って10通返ってきたらいい方かなっていうぐらいなんですよね。で、その正規のルート以外のルートで行くっていうことが非常に有効だと思っています。でですね、僕がよく使っている、なんだろう、アポイントメントの取り方として3つありまして、1つは人づてにアポイントメントを取る。で、もう1つは、まあ、直接イベントであったりとか電話をかける。で、3つ目が、まあ、結構シンプルなんですけど、手紙を送ることです。で、まあ、1つ目の人づてっていうことに関しては、結構運とかもあるんですけども、その会いたい人の知り合いの知り合いの知り合いぐらいから、見つけてきて、Facebook のメッセージとかを送って、なんだろう、わらしべ長者的につなげてもらうっていう手法なんですけども、それは、なんだ、紹介してくれる人に対してと、会いたい人に対して、どっちに対してもメリットであったりとか、あ、この人なら紹介してもいいなっていうふうに思ってもらえることが大事なので、結構難易度は高いです。ただ、思いを伝えるってことと、紹介してくれる人に対してお返しをしようとか、実際にお返しするっていうことを、まあ、真摯にやっていれば、結構有効な手段だと思っています。実際になんだろう、今までインタビューさせていただいたキングコング西野さんとか、オリラジのあっちゃんさんとかは、石川県のイベントに来ることがあったんですよね。その時のイベントの主催者の方に、僕はその何ですかね、お願いして、イベントをマジで一生懸命手伝って、なんだろう、運営とかもやるので、10分だけ、西野さんとあっちゃんとのお時間を作ってくれませんかっていう、それぞれお願いして、実現したっていうことがあるので、人づても結構ありだと思います。で、二つ目、職場に電話っていうことは、まあ結構迷惑にもなるので、あんまりなんだろう、時と場合にもよると思うんですが、その人が働いているところに電話するっていう手法です。具体的にどういうことかというと、まあ実際に、僕の動画でビリギャルさんにインタビューした動画が上がってると思うんですけど、それは、小林さやかさんが当時働いていた、なんか札幌信用高校っていうところに電話をかけて、対応する先生の方に思いを伝えて、紹介してくださいっていう風に、実現したんですよね。なので、最初は正規のルートで、なんだろう、ダイレクトメッセージとか送ってダメだったので、職場に電話をかけるっていう手法で成功しました。まあ、迷惑になっちゃいけないと思うので、なんだろう、そこは節度を保つべきなんですけど、一度働いてる場所に、電話をして思いを伝えるっていうのは、割と有効だと思います。で、最後の手紙なんですけども、手紙作戦は結構シンプルかつ有効なんですよね。なんでかっていうと、いわゆる有名な人とか有名な企業って問い合わせが山ほど毎日来てるんですよね。その中で差別化を図るっていう点において、手紙は非常に有効です。
で、なぜかと言いますと、いわゆるメールとかは山ほど来るので、ゴミ箱にどんどん捨てられるんですよね。ただ、手紙って捨てづらいじゃないですか。だから、いわゆるその本人に届くまで秘書とかで止められるんですよね、メッセージとかだと。もうゴミ箱行きなんですけど、手紙だと秘書の方とかも、まあ有名な方の秘書とかでもやっぱ捨てにくいんですよね、手紙は。なので本人まで届く確率が圧倒的に高いです。僕自身、手紙経由でアポイントメントが取れた経験は結構あるのでおすすめです。次、4つ目、発信力をつける。まあこれはなんだろう、普通の大学生がすごい人に会う方法から若干ずれるかもしれないんですけど、やはり自分自身の発信力をつけるってことは非常に大事だと思います。で、なんでかっていうと、まあ、例えば逆の視点で考えてほしいんですけども、例えばツイッターのダイレクトメッセージが来て、フォロワー3人の人からメッセージが来ても、その人と会おうとは思わなくないですか？なんか捨て垢かと思って、僕自身は会おうとは思わないんですよね。まあ、フォロワーの大小が全てではないんですけど、この人は何者かっていうことと、なんだろう、こういう活動をしてるのかっていうのが、一目でわかるようなツイッターの運用であったり、インスタグラムであったり、フェイスブックであったりっていう、自分自身の名刺代わりの SNS は持っておくべきかなっていうふうに思います。その上で、ある程度フォロワーがいたりとか発信力があったら、相手も無視しにくいと思うので、なんだろう、発信力をつけるっていうのは当たり前ですけど大事だと思います。で、発信力をつける、なんだろう、プラットフォームにおいて、人と会うことだけにおいては、フェイスブックがすごくおすすめです。で、なんでフェイスブックがおすすめかというと、まあ、会いたい人にもよると思うんですけども、世の中の有名人とかも、ほとんどの人は Facebook の個人のアカウントを持ってるんですよね。で、その Facebook の個人のアカウントって、日常的に仕事で使うんですよね。Facebook のプロフィールが充実していたりとか、投稿がしっかりしていて、なんだろうな、この人ちゃんと活動しているんだってことが分かれば、本当に確率は高いです。Facebook って僕らの世代ってなかなかやらないじゃないですか。だけど、大人の人たち、例えばなんだろう、40、50代の人とか、まあ30代以降の人たちは結構みんな Facebook やってるんですよね。で、Facebook は Twitter と比べてメッセージ機能を使ってる人が多いんですよね。すごく読まれやすいです。かつ、同世代の僕たちで Facebook やってる人かなり少ないと思うんですよね。で、かつ投稿とかもしっかりしてる人はいないと思うので、他の学生と差別化できるツールとして Facebook をちゃんと投稿して、ちゃんとしっかりした会いたい人にメッセージを送るのはおすすめです。最後なんですけども、最後、言い続けるっていうことが大事だと思います。まあ、これは精神論的になるのであんまり言わない方がいいかもしれないんですけど、僕自身、会いたい人ができた時にいろんな人に言い続けるってことを意識しています。例えばホリエモンに会いたいって思った時に、ホリエモンに会いたいってもう会う人に言い続けるんですよね。そうしたらホリエモンさんの知り合いの知り合いの知り合いとかに出会えたりとか、ホリエモンさんの知り合い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 に会えたりするんですよね。意外と世間は狭いもので。であったりとか、なんだろう、具体的にアドバイスを周りの人がくれたりするので、自分が会いたい人とかやりたいこともそうだと思うんですけど、言い続けるっていうのは非常に大切だと思います。今まで、僕自身アポイントメントを取る前に本当に会いたいって思った人は、周りのいろんな人にこの人に会いたい、この企業に取材したいっていうことを言い続けています。そしたら、まあ、引き寄せの法則じゃないですけども、いつのタイミングかわからないですけど、必ず実現するものだと僕は信じています。ちなみに僕が今一番会いたい人は前田英二さんと孫正義さんです。二人とも絶対このチャンネルで取材しようと思うので、皆さん待っててください。はい、で、最後になるんですが、おすすめの本を紹介しようと思います。今日のテーマの、普通の大学生がすごい人に会う方法っていうテーマにぴったりの本があるので紹介しようと思います。はい、で、こちらのサードドアっていう本なんですけど、もうめっちゃおすすめです。もう全大学生読んでほしい。本当におすすめ。結構長いんですけども、物語を簡単に30秒ぐらいで言うと、普通の大学生がビル・ゲイツに会いたくて、いろんな手法を使ってビル・ゲイツに会うっていう物語なんですよね。で、そのビル・ゲイツに会うまでに、レディー・ガガとかアップルの創業者とか、まあ、いろんな有名な方に人づてで会っていって、最終的にビル・ゲイツに会って、で、ビル・ゲイツに会った後も物語が続いていくんですけども、そういった普通の大学生が有名な人であったりとか、会いたい人に会っていくっていう物語で、そのための具体的な戦略もここに書いてあるので、マジでおすすめの一冊です。ぜひ読んでいただきたいです。はい、ということで、こんな感じで僕が普段アポイントメントを取る上ですごく気をつけていることをずらずらっと話させていただきました。少しでも参考になったら嬉しいです。少しでも参考になったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。We'll be right back.
ということで、はい、ということで、はい、ということで、チャンネル登録、ちょ、